私、生まれも育ちも茅ヶ崎です。売れ出したのが16の春、やさぐれ流れて3年目。着いたところは古の都、京都です。流れも清き鴨川に、冷え下ろしが吹き抜ける。女だてらに番長かみ。ただいま河原町で番を切ります。スケバンのミキです。
で誰かがきっと待っていてくれる。雲は焼け道は乾き、日はいつまでも沈まない。心は昔死んだ。微笑みには会ったこともない。昨日なんか知らない。今日は旅を一人けれども、どこかでお前は待っていてくれる。きっとお前は風の中で待っている。誰かがきっと待っていてくれる。血は流れ、川は叫ぶ。痛みは生きている印だ。峠を越えた。どこにもふるさとはない。泣くやつは誰だ。この上何が欲しい。けれどもどこかでお前は待っていてくれる。恋も知らず恋
が風に舞うのにまだ見ぬ恋人を訪れる恋のロリロリ恋のロリロリ
街を歩いていて、こういうことを考えたことはありませんか？あなたの周りはみんな見ず知らずの他人。これからどこで何をしようと誰にも気兼ねはいらない。しかしその反面、あなたの近くにどんな人間がいるかわからない。今、あなたの隣に恐ろしい猛襲に取り憑かれた殺人鬼がいるかもしれない。いえ、脅しではありません。現代には、そんな例はいくらもあるのです。大都会に起きる連続繰り切り殺人事件、その犯行現場に残された数字の意味を、次々に明智の進展に近づく謎の男たち、緑化の期限をつけて明智を監禁するピエロ、そして宝石商奥田玄三と名乗る中年紳士、恐怖のスパイクに命を懸ける天才魔術師ジョージ牛原、仮説の舞台に展開する男の戦い、明智の推理、魔術のトリック、ゲストに草賀武志、夏珠美を迎える明智小五郎首泥棒にご期待ください。蝉の道連れに。
Come
Yeah.
った。Ah!
Thank you.
は彼の魂さらっちまうのよ命を安せあー月を安せ誰か誰か生きる力なのたくましく熱の
Thank you.